こんにちは。国際協力機構 JICA 北海道です。私たち JICA は、信頼で世界をつなぐをスローガンに、開発途上国との信頼関係を大切に、共に課題の解決に取り組んでいます。さて、皆さんは JICA と聞いて何を思い浮かべますか？青年海外協力隊？そう、多くの人がそのようにおっしゃいますね。もちろん、それも一つです。ですが、それ以外にも多くの事業を行っていますので、ご紹介したいと思います。まず最初に、技術協力。私たち日本人がこれまで培ってきた大切な技術や経験を伝えるため、技術を持った専門家の派遣や、開発途上国からの研修員や留学生を受け入れています。次に、有償資金協力。開発途上国の国づくりに必要な資金を長期返済や低金利で貸し付けることで、主に鉄道や空港などの運輸や電気、ガス、水道といったインフラ整備を支援しています。もう一つ、無償資金協力。こちらは、所得水準が低い国を主な対象とし、返済のない資金を提供するもので、保健や医療、教育や公共事業などを支援しています。さらに、ボランティア事業として、JICA海外協力隊、また市民参加協力や、移住者、日系人支援、国際緊急援助、調査、研究、そして民間連携事業があります。それらの手法を組み合わせて、開発途上国の一つ一つの国の課題やニーズに合った協力を行っています。そのような中で、JICA北海道では大きく分けて2つ、研修員受け入れと市民参加協力を行っています。一つ目、研修員受け入れでは、開発途上国の技術者などを受け入れ、北海道内の企業や施設で研修を行っています。二つ目、市民参加協力では、JICA海外協力隊などボランティアの募集や広報、道内の学校などで行われる開発教育の支援、北海道の NGO、自治体や大学と連携した草の根技術協力の推進、そして道内の中小企業が展開する SDGs ビジネスの支援、また多文化共生、外国人材受け入れの支援などを行っています。それでは、現場の様子を交えながら、一つ一つ紹介していきたいと思います。世界とつながる JICA。 皆さんは、日本企業の技術・製品が開発途上国のさまざまな問題解決に役立つかもしれないということをご存知でしょうか。途上国でビジネスを行い、その国の課題解決に貢献するという新しいビジネスチャンスが見つかるかもしれません。 JICA は中小企業 SDGs ビジネス支援事業を10年前に開始し、途上国でのビジネスを検討している企業を支援してきました。途上国でビジネスを始めるためには、現地事情を知ることはもちろん、パートナーとなる現地企業を探し、また自社製品、技術などの PR 活動を行うなど、事前にさまざまなことをしなければなりません。 JICA はこの事前の調査の部分をお手伝いいたします。 JICA は約100カ所の途上国の海外拠点、60年以上にわたる
国際協力経験を通じた途上国との豊富な人的ネットワークと信頼関係、そして途上国の事情に精通したスタッフ、専門家などの豊富な人材を有しています。これらを最大限生かした企業の海外進出のお手伝いが可能です。道路や物流のシステムが十分に整備されていない途上国、病院までの道路も舗装されていなかったり、水はけが悪く雨季には水浸しになったりすることがあります。実はそんな場所でドローンが活躍していることをご存知でしょうか。保健医療サービスの質を向上させるために民間企業のビジネスが役立っているのです。こういった途上国のさまざまな問題に貢献できる優れた製品や技術、ノウハウを持つ日本企業の海外展開を支援する JICA の中小企業 SDGs ビジネス支援事業。これまでに延べ1000社以上の企業がこの制度を活用し、海外展開を通じたビジネスの成功に役立てています。実際にこの制度を活用した後に途上国で数十億円の売り上げや数百人の雇用を生み出した日本企業の例もあります。 JICA は信頼で世界をつなぐを合言葉に国際協力に取り組んでいます。海外には約100カ所、国内にも15カ所の拠点を持っています。また60年以上の現場の活動で築き上げた途上国の人々とのネットワークや信頼があります。さらに JICA の職員や国内外の専門家たちは生きた現地の情報を持っています。これら世界に広がる拠点、ネットワーク、情報が JICA の強みであり、支援事業を活用するメリットの一つなのです。中小企業 SDGs ビジネス支援事業では、海外展開前に必要な現地での情報収集を行う基礎調査、ビジネスモデルの策定を行う案件化調査、事業計画の実証・策定を行う普及・実証ビジネス化事業があります。支援の対象となるのは、持続可能な開発目標 SDGs の達成に向けて取り組む大企業からスタートアップを含む中小企業まで、全ての日本企業です。企業の皆様にとって、今が自社の成長と価値を高める大きなチャンスです。 SDGs の達成に向けて、ぜひ JICA と一緒に海外進出への最初の一歩を踏み出しませんか。北海道の中にも JICA の支援事業を活用された企業がいらっしゃいます。その一例をご紹介いたします。2016年、ボリビアを歴史的な干ばつが襲い、深刻な渇水となった。国土の3分の1がアンデス山脈地域の高地。厳しい風土に井戸は命の水を供給する大切なもの。しかし水が得られなくなった井戸は放置され、また新たな井戸を掘る繰り返し。かつて ODA で設置した井戸を有効に活用するためにも、井戸の長寿命化は大きな課題だった。井戸から水が得られなくなる原因の大きなものは目詰まり。それを洗浄して取り除くことができれば、井戸は復活する。井戸の内部の確認を行うために注目されたのがカメラである。我々もともとですね、地質の岩盤の調査を、ボーリング調査と言いますけども、それをやる中で非常に地層を細かく見るわけですね。そういうハイクオリティな部分を搭載して井戸用に転用できないかと。井戸の中で洗浄前と洗浄後を撮影して、その効果を確認する。蓄積された技術力により効率的な作業が可能である。マーケットを拡大したいというのは前からありました。我々の資産ですね、そういったものをもっと貢献するための場所がないかと、そういう意味では海外進出を狙っていたと。その作業のため現地に派遣されたのが鈴木俊美さんだった。
非常にこう承認プロセスに時間がかかるということで、実際に採択から実際に我々が現地に行けるまでですね、1年ほどかかっておりまして、またその札幌からですね、非常に地球の真裏まで行きますので、4回ほど飛行機を乗り継いで40時間かけてですね、やっと到着できるというところが実施対象国のボリビアになります。長い道のりを越えてたどり着いた首都ラパスは標高3500メートルを超える。ああ、やっと着いたなっていう安堵と同時にですね、トラップを降りた瞬間にも酸素が非常に薄くてですね、息苦しいっていうのがもうリアルに体験できてですね、もう軽く誰かに首を絞められているんじゃないかっていうような感覚を感じました。肉体的に過酷な中で、入国審査、荷物の受け取り、打ち合わせ、国を越えることの大変さを身をもって知った。共に現地に入った北淳二さんは言う。現地に行ってまず感じたのは、南米時間といいますか、例えば集合時間に遅れてきたりだとか、あとはまあスケジュール通り進まなかったりとか、ただ仲良くなりますと、アミーゴという文化といいますかというのがありまして、仲間を大事にしますするというか。北さんは現地スタッフと作業着を交換して親交を深めた。ODA の事業というのはリスクをかなり低減させていただけるという意味では、非常に我々にとっては進出しやすい事業であったと。すぐにもう日本にですね、これどうしたらいいでしょうかということを確認ができないので、一番こう最短距離で事業を成功させるためには何をしたらいいかというのも割と考えてですね、優秀な社員を海外に派遣するというところから始まるんですけど、国内の事業をどうやってじゃあ回していくんだということで、組織がまず成長するという、現地でその状況に合わせて自分で判断しなきゃいけないということで、社員が成長すると、まず機会があればODA で社員を成長させるには、そういった海外への事業というのも一つの考え方としてはあると思いますね。復活した井戸は今日もボリビアの人々の暮らしを潤している。JICA北海道は北海道発の技術、製品、ノウハウが途上国の開発課題解決に大きく貢献すると同時に、そのことが北海道経済の成長につながることを強く願っております。世界とつながる JICA。皆さんこんにちは。 JICA 北海道の草の根技術協力事業について説明いたします。皆さんは JICA の草の根協力事業について名前だけでも知っていましたか？やはり JICA というと協力隊や国同士の大規模な ODA 事業というイメージが強いかと思います。大きなインフラ整備などの ODA 事業は公共性の高い大規模なニーズに応えているのに対して、草の根技術協力事業はより身近な社会課題にアプローチするプロジェクトです。より細かい部分に対して支援を行うので、 NGO、大学、地方自治体などが培ってきた経験や知見が生かされる支援メニューとなっています。特に JICA 北海道がサポートする草の根技術協力事業のテーマは、北海道にある経験や技術を開発途上国に届けようです。ここからは実際にモンゴルで活動されている一般社団法人滝川国際交流協会さんの皆さんにお話を聞いてみましょう。今日お話を伺う滝川国際交流協会は、2020年10月からモンゴルで草の根事業を実施し、これまで外国から輸入することが多かった玉ねぎを品種改良してモンゴルで種子から生産できるように取り組んでいます。それではまず自己紹介からお願いします。滝川国際交流協会の事務局長をしています森田と言います。この事業では組織連携などを担当しています。滝川国際交流協会のプログラムコーディネーターの菅智恵子と申します。
授業ではモンゴルとの連絡とかモンゴルとの調整を主に担当しています。同じくプロジェクトの中で基盤整備を担当しております江上と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。新型コロナウイルスが拡大してからなかなか現地に渡航できない状況が続いていましたが、ガンチメグさんは北海道センターが担当している草の根案件の中で現在までで唯一コロナ禍の2021年5月から10月まで現地に渡航し現地で業務を行うことができました。渡航する前どのような気持ちでしたか？不安はありましたか？現地でモデル農園ではもう採苗が始まっていて、もう試験栽培も母球の生産 もう始まっているから、どっちかというと気持ち的にはもうここにいるような感じでしたので、自分の中では一日も早く現地に行きたいなという気持ちでいっぱいでした。現地に着いた時の第一印象はいかがでしたか？飛行機の中でもスチュワーダスたちはみんなそういういつもテレビで見ている白い服を着ていますよね。日本でした。着ていたんです。ですよ。で、降りたとき、到着したときはみんなこう名前を呼んでこう6人ずつこうホテル出るときに全部こう出るとき消毒していろいろアンケート書いて、でこうバスに乗ってホテルに行くという。プロジェクトを実施しているジャルガラント村を訪れるのはプロジェクトが開始されてから初めてとなりましたが、実際行ってみていかがでしたか？ジャルガラント村はモンゴルではすごく認知度が高い村です。ジャルガラントのジャガイモは他のところではすごくこう有名なんですが、現地の人たちはやはりジャガイモをみんな生産して、農家さんたちはみんなジャガイモを生産していて、で過剰生産で価格の落下とかで、すごく農家さんたちは困っていて、でだけどもう親の時代からジャガイモしか作ってきてないので、他の作物に移れない、移転できない、自分の生計がそこにかかっているとやはり簡単に他の作物へとこう移転できないという点とかあって、やはり現地の人たちもなんか変更を求めているんだなというのを現地に行って農家たちとかと話して、よりすごく分かったという点があります。はい、ありがとうございます。それでは江上さんにお伺いします。プロジェクトを進めるにあたりどのような工夫をしていますか？今回気象条件などもですね、分からない中で、玉ねぎがどのような形で栽培されるかということで、インターネットだとか、それからあとメール等をいただいてですね、現地のその写真をいただいてですね、栽培状況の写真をいただいて、そして専門家の方にもですね、相談をしてですね、メールをまた返すという形で、情報を多く共有するというような形でを取らさせていただきました。はい、ありがとうございます。それでは最後にコロナ禍で活動を進めている人、進めたい人、または草の根事業をこれから始めようと考えている人に一言メッセージお願いします。いろいろな外国で活動したいという方々はやっぱり現地の方々との一般の人々とのつながりを大切にして、そのつながりの中から一緒に事業をやってくださる方とか、そういった方々とつながって事業を起こしていったりするのが大事かなと思います。それにはやっぱり草の根技術協力事業というのはとってもいい事業だなと思っています。はい、またこう、草の根技術協力事業はすごく力を持っています。草の根技術協力事業でできることは世の中にたくさんあります。ですから例えば草の根事業じゃなかったらできなかったという活動も世の中にいっぱいあるので、ぜひこれからも応募したい方たちとか日本の方たちはぜひ自信を持って応募して、世界の人たちのためになる活動ができれば嬉しいなと思います。
コロナはやはり今は大変ですけど、いずれは収束されますので、コロナに左右されることなく自分たちの持っている活動はどんどん進めていって、まあ、気をつけながら水際対策とかちゃんと取りながら、だけどできることからどんどん進めて実行していってほしいなと思います。はい、まあ、この事業の目的っていうのがありますけれども、少しでも地域の方が収益、収入向上というのをですね、目指すためにこの事業を進めておりますので、今の状態ではですね、コロナの状態では厳しいかもわかりませんけれどもですね、今後に向けて多くの方々が、団体の方々も含めて、また事業に手を挙げていただければなと思っております。以上です。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。草の根協力事業の滝川の例はいかがでしたか？ここからは草の根協力事業の概要について詳しく説明いたします。草の根技術協力事業の主役は、国際協力の意思のある日本国内の NGO、 大学、地方自治体、公益法人、民間企業の皆さんと現地のパートナーです。皆さんのこれまでの活動を通じて蓄積した知見や経験に基づいて国際協力活動をご提案いただき、 JICA と実施団体の皆さんとの協力関係のもとに実施する共同事業です。開発途上国の住民の生活改善、生計向上に寄与することに加え、特に近年では草の根技術協力事業の実施を通じて培った経験を踏まえ、日本の地域社会が直面する課題解決や地域の活性化にも役立つ取り組みが期待されています。草の根技術協力事業は、実施団体と現地パートナーとが協力し合い、対象地域や人々の課題解決へ向けて活動するものです。そのため現地パートナーと共同しながら、現地で協力を必要としている人に対して直接活動を行い、彼らの生計や生活の向上が持続的に続いていく方法を考えていくことが重視されます。また実施団体が草の根技術協力で行っている活動を広報することで、皆さんに開発途上の地域ではどんな課題があり、その課題解決へ向けてどのような活動をしているのか知ってもらうことで、国際協力への理解を促進し、さらに皆さんが地元の実施団体が培ってきた活動に目を向けることで、地域の課題を認識し、活動への参加など何らかのアクションにつながり、地域が活性化することが期待されています。草の根技術協力事業には3つの事業形態があります。実施団体の国内外の実績や実施主体の種類によって応募できる方が決まっています。実施団体によっては、地方自治体の指定団体として地域活性型でプロジェクトに参加し、その後今度は実施主体となりパートナー型に挑戦するなど、国際協力の経験と知見を積み上げて事業形態をステップアップさせている例もあります。またこの草の根技術協力事業のほかに、世界の人々のための JICA 基金活用事業があります。これは市民や企業、団体の方々から寄せられた寄付金を財源とし、国際協力活動を行う NGO などの活動を支援するものです。寄付を寄せていただいた皆さんの思いを開発途上国の人々に届けております。この支援メニューは1年間を目安にコンパクトな内容で活動することが可能なので、実施団体の皆さんにとっても国際協力への第一歩として活用いただけるものとなっております。世界とつながる JICA。 研修員受け入れ事業についてご紹介させていただきます。研修員受け入れ事業は、開発途上国のさまざまな課題解決を後押しする日本の技術協力事業の一つです。
国づくりの担い手となる人材を研修員として受け入れ、技術や知識の習得をサポートしています。また、開発途上国における課題解決とともに、研修員の日本理解の促進、および研修に関与いただく日本の関係者との交流を通じ、開発途上国と日本が相互に成長し学び合うことを目的としています。 JICA 北海道では毎年約700名の研修員を受け入れています。北海道ならではの開拓開発の歴史や優れた農畜産物、水産物、美しい自然環境を生かし、アジア、アフリカ、中近東、中南米などの開発途上国の技術者や行政官を対象とした研修を北海道の皆さんと共に実施しています。では、実際に日本で生活している研修員にインタビューを行いましたので、ご覧ください。My name is Samuel Abbebe from Ethiopia. Thank you. In my perspective, is JICA provided scholarship which is suitable for me as a governmental official from Indonesia. And I already know that Japan is one of the developed countries in Asia, so it's better for me to go to Japan through the JICA. And JICA facilitates all of them, scholarships and another kinds of the living allowance and some kind. So thank you, JICA. For me, I first arrived in Japan, so I landed in Tokyo. And my first surprise is, I don't expect that Japan use a lot of Japanese, at least Japan is a developed country and it should be English and Japanese, but everything is in Japanese. So I was so surprised that it's not easy for foreigner to arrive Japan and everything is in kanji. I cannot even read the address where is JICA center. So I don't know where I'm living and just like feel a little bit different, even though Japan is also in Asia, but very different from my country. Yeah, that's my most surprise in Japan. Before 2 years, I was in Tokyo, Niigata, Kyushu, like around 7 cities in Japan. But Hokkaido is unique. Especially in winter, I like this season, and it is totally different from Ethiopia. Ethiopia is somewhat hot, but at winter Hokkaido is very very amazing. So I like this city. I like almost everything in Japan because I have been living here for almost 3 years, more than 3 years. So I travel to different prefecture of Japan, from Hokkaido to Miyazaki. And the special thing about Japan is every location or every region that you've been to, you can buy souvenir like cookie or some sweet or dessert. That is, so I really like this. And I think I really Japanese food is almost like I can eat almost everything except natto, I think. So only natto that I don't eat, but I can eat anything. Yeah. So this is my favorite thing in Japan.
future leader for my country. This is my future dreams. Just it. My dream is to become a professor or famous researcher. I don't know where I want to be yet, but anywhere is okay. But I want to be famous in my own research area right now. My dream is like this, to be the leader, the executive manager of the Jotun Massacre. Since I came to Japan, especially in Hokkaido, and many people, I have adapted so many. And Japanese people is typically kind people. I mean, that many people help me to facing the some problem. So thank you very much for having me. Yes. Thank you so much for Hokkaido people as well as Japanese people, and thank you to JICA as well that giving me opportunity to experience something different from my country. And I really enjoy living in Hokkaido, so thank you so much. I'd like to thank all JICA staff, government of Japan, and the people of Japan to give this chance to learn. So thanks for the people of Japan. 世界とつながる JICA。JICA北海道は学校の先生や教育委員会の方々、北海道に住む皆さんのために国際理解教育開発教育支援事業を行っております。例えば日本で3つしかない、北海道では唯一の世界のことが学べる体験型施設、北海道地球広場。学校やセミナーに開発途上国で活動した JICA海外協力隊員の経験者を派遣する国際協力出前講座、他にも先生を対象にした実践授業を紹介する国際理解教育オンラインセミナー、開発途上国や道内の地域を教材にするため現地を訪れる教師海外研修、国内研修があります。生徒や児童向けのプログラムではワークショップやグループワークを通して世界を知って学んで行動へ移す国際協力体験プログラムを実施しております。学校や授業で活用できる民族衣装や展示用の SDGs パネルもあります。ここでは地球広場の紹介をしていきたいと思います。ぜひご覧ください。皆さんこんにちは。北海道地球広場案内人の野々垣です。今日は JICA 北海道内にあります北海道地球広場のご紹介をしていきたいと思います。北海道地球広場では JICA のパートナーである開発途上国と私たちとのつながりを感じられるような展示施設がたくさんあります。それではどんな施設になっているのか見に行ってみましょう。はい、こちらがエントランスです。北海道地球広場では現在コロナ感染症対策といたしまして、検温、消毒、そして皆様にはマスクの着用をお願いしております。それでは準備ができたところでいよいよ北海道地球広場見ていきたいと思います。最初のご案内は田中案内人にお願いしたいと思います。それではどうぞ。地球案内人の田中はじめです。こちらは北海道地球広場映像になります。世界を知るがテーマの映像ではパネル展示や民族ショーを通じて世
界の多様性や課題、日本とのつながりについて理解を深められます。こちらに大きくそびえるはゼロモニュメント、8億3600万人 40% 2度310万人と書かれてありますが、これらの数字の意味は一体何なんでしょう。北海道地球広場にいらした際に皆さん探してみてください。こちらではアジアやアフリカ、中南米など地域ごとに特産品や民族衣装などをご紹介しています。インドやスリランカ、ネパールなど南アジアの国々ではカレーが有名ですが、このスパイスはそれらの国々の名産品の一つです。皆さんが普段食べているご飯の材料は一体どこから来ているんでしょうか。今日これから食べるご飯の時に考えてもらえると嬉しいです。それでは、こちら中央アジアにはウズベキスタンという国があります。私が着ている民族衣装、これはウズベキスタンの服になります。これはウズベキスタンの帽子です。日本ではほとんど見かけることはありません。なぜウズベキスタンではこういった形の帽子がかぶられているんでしょうか、といったことをこちらの地球広場映像では皆さんと一緒に考えていきます。それでは次は北海道地球広場 B ゾーンのご案内になります。地球案内人の津田さん、お願いいたします。はい、案内人の津田です。こちらは地球広場 B ゾーン、世界とつながるをテーマに SDGs について学べる展示があります。こちらの B ゾーンではこのようにいろいろなパネルや写真でご案内していきます。例えばこちらのパネルはSDGs 1番、貧困に関する展示です。そしてここにあるのが1日の生活費比べ、これが高所得国の1日分の生活費を表しています。この1日分の生活費を低所得国の何人分で超えるでしょうか。実際に置いてみます。まだ天秤は動きません。はい、この続きは皆さん広場に来た時にぜひ置いてみてください。他にも SDGs に関係するさまざまな展示がありますので、皆さんぜひ来た時に触ってみてください。では続いての場所に行ってみましょう。実は JICA 北海道にはレストランがあるんです。でもただのレストランではありません。さてどんなレストランなのか中島案内人に聞いてみましょう。中島案内人、はーい、案内人の中島です。こちらレストランカフェ地球交差点です。こちらのレストランにはテーマがあります。テーマは楽しみながら世界を知り、食べ、交流できるといったテーマです。それでは早速見ていきましょうか。今日は私が皆さんにおすすめのメニュー3つ紹介します。1つ目はこちら、月替わりメニューです。日替わりメニューは様々な国の伝統的料理、例えばウクライナ、エチオピア、ジャマイカといった世界中の国々の料理を楽しむことができます。2つ目のメニューはこちら、地球ランチです。たくさんの国の料理を食べたい方におすすめです。1つのプレートに
5つの国の料理が載っています。いろんな味を味わうことができます。3つ目のメニューはテーブル42です。テーブル42は食べることで寄付ができます。アフリカのウガンダで食べられているウガンダ給食のメニューもここで食べることができます。おすすめのメニューを食べた帰りにはこちらでフェアトレードの商品をお土産にいかがですか。地球交差点で食事をすること、買い物をすることで世界とつながることができます。どなたでも利用できますので、気になった方はホームページ確認してみてください。皆さんのお越しをお待ちしてます。皆さん、北海道地球広場で世界のことをもっと知ってみたくなりましたか？他にも出前講座や教材についてお気軽にお問い合わせください。待ってます。